オッケーオッケー、ここで止める、あっち行け、爆風で飛んだのか、ダメ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 、弾が入ってない、これ先輩の武器ダメだ、おっしゃ、急げ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 、先輩任せてください、僕は燃やします、えい、どうも肉丸です、ご視聴ありがとうございます。今回も CSGO やっていきます。前回はですね、CPU のレベルが中程度だったんですけど、今回はさらにレベルを上げて手強いボットっていうのがありますので、これに挑戦してみたいと思います。ステージはですね、前回同様ミラーズでいきます。それでは行きましょう。ルールは前回同様の爆破ミッションですね。テロリストが攻めてくるので守ります。もちろんカウンターテロリスト。最初は今回は投げ物を使っていきたいとは思っていますが、これは スモークグレネードって言って煙幕を張るんですよね。ほい、ほら、ちょっと投げすぎちゃったな。このあ、ここに煙幕を焚いちゃってますね。ミスりましたね。オッケー、初戦取りました。いい武器落ちてないか、戦った後はいい武器を探す時間です。また投げ物を買いましょうか。投げ物はもう一回スモークグレネード、そうですね、武器も使ったことないの使いたいですね。 MP9 っていうのを使ってみましょうか。お手軽なお買い得な銃ですね。サブマシンガン。おお、先輩スナイパーライフル持ってる。来た来たよ先輩、来た、危ない危ない、うわー、横からも撃たれましたね。よし、先輩の、あー、またやられた。やられてしまったら味方のボッタを操作できるんですが、立て続けにやられてます。危ないよ先輩、先輩後ろ、どんどんやられてる。よしよしよし、危ない危ない危ない、あとでも2人、やばい、爆弾仕掛けられてる、もう。よし。よし。OK、爆弾を解除しましょう。先輩お願いします。OK。いや、肉丸はやられてしまってんですが、先輩を操作して4人倒しました。さっきグレネード使い忘れましたね。使い忘れると敵に拾われてしまうんで、使ったことないショットガンにしましょうか。お、すげえ、すごい、今スナイパーライフル落ちたな。いた！ショットガンなんでちょっと近づきましょうか。オッケー！よいしょ！よいしょ！オッケー！オッケー、おお、来た、上にいるぞ、上に2人いる、危ない危ない危ない、あ、上から来てましたね、2人は相手、あ、危ない危ない危ない、上にいるからね、上にいるから、よっしゃ、オッケー、 AK にしときましょう。ただ自分はやられてしまったので、またお買い物タイムですよ。ファマスにしましょうか。使ったことない。あ、高いな。これは、高級なスナイパーライフルですね。連続で撃てるんですよね。比較的、連射ができる、スナイパーライフルみたいなやつです。オッケー！オッケー！オッケー！ここで止める！あ、行け！オッケー！あれ、なんか爆発する。弾数も、連射ができるんでいいですね。オッケー！なかなかいいですよ、この銃は。さすが高級なだけあります。あと一人いる？あと一人残ってますね。こっちから来るんじゃないの？オッケー！
なかなかいいですね、この銃は。遠距離を連射で狙います。そろそろ B 来るんじゃないの？ B 行きましょう。B をこの銃で守りましょう。移動はない。おおおお、おお、詰まった詰まった。時間をロスしたら守るのに間に合いませんからね。ここか、ここ。B 側には来ないか。こっち守りますか。こっちの方が近いですからね。近い方に照準を合わせておきましょう。来ないか。よし。ちょっと、こっち行きましょうか。スナイパーライフルなんであんまり近づかない方がいいのか？いない。どこかにいるんじゃないの、これ。よし！まだ！来い！出てこい！いるんだ。あ、オッケー！ ベンゴ、バンゴ、ボンゴ、ベシバシ、ボシ。ベシバシ、ボシ。あれ何ですか？たまに言うんですよ、ラジオで。ビンゴ、バンゴ、ボンゴって、どういう意味ですか？な。次はちょっと、一発が強いスナイパーライフですね。これは連射が効かないんですが、一発の破壊力があります。今さっきのベンゴボンゴは声が渋かったんだね。隊長じゃないですか。こっちの。隊長が調子乗ってました。ラジオが入るんですよね。自分は何、なんか、敵がいるよとか !OK! すごい。声が渋いんですけど。でも、声がみんなに似てるんで、先輩が、どの先輩が喋ってるかわかんないです。あ、来い。大体同じとこが来るんですよね。さあ来い。あれ今日は一人ぼっちか。一人ぼっちで来るパターンか。あんまりスナイパーライフだから攻めたくないが。うわ、なんか、銃、弾が見えるってことはここ来るよ。ダイ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 さあ来い。よいしょ。やばい、先輩が、スナイパーライフの先輩がやられた。よいしょ。あ、じゃあ死んでたもん。いやー、スナイパーライフで近接戦とはむずいですよ。ライフ残り50、あと1人。スナイパーライフも次使いたいからな、交換したくないけどな。怖い。どこにいる？どこにいますか？ラスト1人。武器変えときますか？ちょっとね、あんま近づいてくと怖いんで。あ、爆弾もらった。爆弾投げよう。この人はすごい姿勢で旅立たれてますね。弓なり。オッケー！あ、爆弾仕掛けられた。オッケーじゃない、全然。どっちかな？ちょっと B 側行きましょうか。B 側に、音はしてるぞ。どっかに隠れてる一人。来た！トス！どうしよう、今、今、爆風で飛んだのか、ジャンプ、ダメ、弾が入ってない、これ。先輩の武器ダメだ。おっしゃ！急げ！急げ、急げ、急げ、急げ！ 5 秒！残り5秒、間に合う！危ない！よーし、ギリギリでした。あれ？6対0になってますね、もう。攻めましょう。ちょっと今回は、投げ物を使いましょうか。焼夷グレネードですね。焼夷グレネードっていうのは、炎が出るタイプの、なんか、燃え盛るグレネードですね。手榴弾と違って、しばらく燃え続けます。投げたい！敵に投げたい。ってことは B じゃないか。こっちから B 行きましょうか。あ、戦闘中だ。あっちから音がする。先輩任せてください。僕は燃やします。
えい、全員燃えろ。いいよ、これが焼夷グレネードですね。足止めする言葉、上、うわー、また上からやられましたね。おいしょ、やる、これやばい、これはやばい、やばい、やばい、あっ、あースナイパーライフルで戦うのは難しいです。やられてしまいました。でも焼夷グレネードなかなかいいですね。気に入りました。また持っていこう。お買い物タイム。ピストル、まあたくさん買ってるんで、ちょっとダブルバレッツにしましょう。これはベレッタじゃないですか。ベレッタの M9 か何かだと思いますけど、それを二丁拳銃できます。いや、あっち行け。うわ、全然当たんないぞ。早く弾入れて。危ない危ない。当たったよ、よっしゃ、当たった。あれ、爆弾がすごい難しいとこに行ったぞ。あれ、取れないんじゃないの。あの上でピカピカしますよ。さあ、来い。あと2人、爆弾を取りに来ると思うんですが、あ、AK ですね。ほら、危ない、隠れろ。2人はダメです。今スナイパーめて落としたぞ。来い。OK。こうね、自分から行くのもいいですが、相手が出てくるのを待つのもいいですよ。チッ。さ、さ、OK。マッチポイントじゃない？発症したら勝ちですからね。ちょっと手加減してもいいかもしれませんが。いや、やめましょう。テロリスト相手に手加減しません。敵の AK を持って。頭に当たれば一発で倒せます、この AK は。確か。さあ、出てこい。スモーク。ってことは、こっちじゃないな。あ、焼夷グレネードがある。テロリストを燃やしましょう。ほい！あまり体を出さないように、お互い。出てこい、頭出せ。おっと、爆弾を仕掛けてましたね。よっしゃー。爆弾を仕掛けるのも時間がかかりますので、爆弾設置中は隙が生まれます。敵の AK を持ってますね。手強いボットだったんですが、無事に勝利することができました。投げ物をね、うまく使って有効に戦いを進めていきたいですね、今後も。あと、いろんな武器を試してみましたが、まだまだ使ってない武器あるんで、使ってみたいと思います。次は、最高難易度の CPU のレベルになるのかな？引き続き、頑張ります。ご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあねー、バイバーイ。